不思議な木と素敵な実。ある日、うさぎさんはとてもショックを受けました。親友のリス君と喧嘩をしてしまったからです。どうしたらいいか考えていたら、森で迷子になってしまいました。しくしく、うさぎさんが泣きながら歩いていると、奥の方にピカピカと光った何かが見えました。不思議に思ったので行ってみました。するとそこには、悩み解決屋と書いてある大きな木が光っていました。そんなことあるわけないと思いながらも、リス君と仲直りしたいと思ったので入ってみることにしました。不思議な木の中には素敵な木の実が2つありました。うさぎさんは1つ食べてみました。するとリス君の笑顔が浮かびました。2つ食べると、次はリス君の悲しい顔が浮かびました。うさぎさんはまたリス君の笑った顔が見たいと思ったから、謝りに行くことにしました。森の中でリス君に会いました。ごめんねと二人で一緒に謝りました。リス君も反省してうさぎさんを探していたところです。二人は仲良く帰りました。次の日、うさぎさんは不思議な木のことをリス君に話しました。二人で同じところに戻っても二度と見つかりませんでした。これは二人だけの秘密にしています。不思議な木がなくても二人は仲良く暮らしています。みんなも困ったことがあったら、悩み解決屋に行ってみたいですか？森に行ったら見つかるかもしれませんね。